はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、ミナカを確定で買うべきかちょっとやっていこう。で、このミナカ、ガチャで出すか、ガチャで 1% で出すか、確定でこう買うかっていう、なんとも、シビアというか、なかなか難しいね。入手方法がすごく難しいね。で、交換所ね、見ると、いないんですよね。いないんです。だから、この子をちょっと3000円払って、買うのもいいんだけど、ガチャから出すのも良くないなっていうどっちも良くないなって思っちゃうんです。課金は別にしてもいい人はしてもいいんだけど、今月は金月ですとかいう人はちょっと無理しない方がいいかもしれない。で、この一応ね、10強で125倍かな出せるんだけど、正直ね、無効貫通とか持ってるわ。無効貫通も持ってるんだけど、そんなに、前線に立つようなキャラではない気がするんだよ。十分強い。この回復エルジ持ってるから、スキブプラスプラス、潜在でつけれたりして、スキブを5にできるのかな ?5 かなとか、つけれたりするんで、なかなかね、いい性能はしてるんだけど、そんなに環境トップっていうほどでもない気がするんだよな、正直。で、そのステータスがね、回復力1200っていう、たっけ。で、4ターンで打てる。落ち込んなし覚醒全開、非ダブル変換、非キーダブル変換、水。なんで、なかなかね、4ターンにしてはいいスペックのスキルやなっていう、覚醒無効全開っていうところが優秀ですね。落ち込んなしって実は、敵がさ、落ち込んなしを10ターンしてくるとするやん。そうすると、この4ターンのスキル打つと、2ターンで書き消せるっていうところで、デメリットだけどメリットっていうのもあるし、で、この覚醒状態全開はやっぱり全開がいいね。やっぱり今の環境、10ターンとかやってくる敵も多くなってきたんで、普通に全回復はありがたいなっていう。で、武器、ミナカのごめんなさい、リーダースキル。リーダースキルは、水回復半減、HP2 倍半減、いいね。回復タイプっていうタイプ縛りがあるけど、HP2 倍半減っていうのが、魅力的ではあるなっていう感じはする。でもリーダーではそんな使わないような気もする。でも、普通にすごい人だったら、普通に多次元とか勝つのかな、わからんけど。で、ミナカの風鈴。風鈴は回復タイプ付与のチーム HP 3つ持ち。めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいし、でスキルも14ターンで打てる。ダメージ無効化と、いっぱい回復して5コンボ加算。本当に強い。本体もなかなか強いですよね。強いんですけど、やっぱりこっちの、この武器とか優秀ですね。普通に武器のスキルがめちゃくちゃ優秀すぎて、こっちで使うことはあるのかなって思っちゃう。アマージュの代用とかになるのかな。アマージュはスキブ武器だから、ちょっと比較対象とはならないけど、このスキル優秀ですね。チーム HP 漏れて、なおかつ無効化も貼れるっていうのが、で、全部回復できるっていうのがすげえ優秀。武器はありかな。武器として一体取っとくっていうのはありかもしれない。で、ミナカツさんの内輪は水、副属性水変更のウェイドロ強。で、普通に水属性変更いいですね。普通に 15% 分あるし、普通に強いね。で、4ターン、これはスキル変わらないか。変わらないけど、普通に、ドロ強ウェイ武器で水タイプの付与。今の環境、水のウェイっているんかな、わからんけど、やっぱり、この副属性変更、最近やっぱり出てきたこの副属性変更は、やっぱりね、やっぱ強いと思う。普通に、種属性、付属性、カンストも狙えるかなっていう感じはするし、普通に火力覚醒のスキル持ってるし、この武器も悪くないなって思っちゃうけど、どっちかっていうと、武器は風鈴の方が強いと思ってる。こっちの方が俺は結構価値あるなって思ってるわ。で、このミナカさん、やっぱりイラストがすげえ美しい。笑った笑顔も可愛らしい。で、いいですね。こんなこと、祭り生きてえな。で、普通に優秀なんだけど、そんなに環境前線に立つキャラではないですよっていうのが、
まあ、俺の感想かなって思っちゃう。まあこんなに、まああとベラベラ喋ってもまあしゃあないと思うんで、ちょっと終わろうかちょっと今日はさ、動画出す予定あんまなかったんだけど、まあ一応なんか喋っておきたいなっていう、夏休みの期間中、夏休みガチャイベント期間中に喋っておきたいなと思ったんで、ちょっと喋りました。よし終わろうか終わりましょう。よし、もしよければチャンネル登録高評価お願いします。じゃあねー。